踊るダンサーも辛いでしょうね。ちょっと歌ってる時はやっぱすごいね。めっちゃ見てる、めっちゃ見てる。本当にありがとう、うん、まあもちろんね、第1でしょうからモノマネショーっていうことになっていくんでしょうからね。でも一応本人公認ってことなんですか。そう、え、公認してくれたんですか、うん、いやもうなんでこんなに何て言うていいかよく分からないですけども、ギターの人にあのすっごい似てるモノマネの子がいるんだけど、あのそうあの DVD あげるから見てって言われて見たらもう似すぎてて、もうすごいよ。そんなことないよ、似すぎてないよ。あの君やっぱりお父さんでかいの。すごいな、研究し尽くしとるな。喋ってか歌も似てるんだけど、うんうん、ほらどっち喋ってるか分かんないでしょ。どっち喋ってるか分かんないよ。ツーショットの、ツーショットの写真があるんでしょ。あ、ライブに見に、ライブ見に来てくれて、初対面じゃないんや、うん、そこで記念撮影した。写真が高い、どんな感じ。うわっ、あーこれ兄弟とか言われても全然ね。ちょっとそう言ってもらったりするんですけど、でもこれはあのないすごい泣いたんです、私が、うん、それでちょっとあのそっくりやんか、まあ、晴れぼったい感じに。ハンガーもよう似てるけどね、あれ。ハンガーもあれそっくりやなかった。ネタがあるねて、ネタが、あああ、それ見たい、うん、歌田のいろいろがあるんでしょ、うん、大して面白くないですよ。いや、ここ乗り越えんと、お前じゃないと、お前今日歌終わっただけでバーン切られてる。後半戦はミラクル大暴走で、あの人が待ち、宇多田ヒカル公認のそっくりさん、ミラクルヒカルが本人を目の前にあるネタを披露することに。果たしてそのネタの中身とは。はい、じゃあ、宇多田ヒカルさんが、宇多田ヒカルさんグズグズやな。もしも、宇多田ヒカルさんが道案内をするおまわりさんだったら、お、フジテレビの行き方がわからないので、オッケーオッケー、教えてあげましょう。ここをまっすぐ、まっすぐ右に、右に行きました。キャバクラの角の信号の踏切を、続いてはもしも宇多田ヒカルが電車の車内アナウンスをしたら、皆様、本日はご乗車いただきまして、誠に誠に、誠にありがとうございます。てかありがとう。